お疲れ様ですよくねチャートは人生を表してるとかね言ったりチャートの中には人の心理や不安が表れてるとかね言う人がいますけどもこれなんとなく分かってるような感じなんですけどもいや本当はどうなのかなってことでね今回は具体的にちょっとお話したいんですけどもまずは自分の人生設計を考えた時に明日どうなるかわかんないとかねそれから今日もう貯金がなくって しかも借金があって返す見通しもないと明日にはなんか友達の結婚式とかで旅費とかご祝儀で10万円ぐらい必要だとかねまあ、こういう風になってきたら結構不安じゃないですかお金なんとかなんないかなとかね先の見通しが立たないなとか思うと思うんですよで逆にま貯金がねなんか3億円ぐらいあってえ特にこれといった義務もなくってでなんかこう晴れ晴れとした気分で今日過ごしていてね 夕食も終わってああ美味しいなとそろそろ風呂入って寝ようかみたいな気持ちの時に将来に不安って感じますかねでそれが元にちょっと精神を病んだりとかねうつ病になったりとかなかなかないと思うんですよでこういうふうな人生の先の見通しが立たない時不安になってもう未来の不安に影響されて今日この瞬間もちょっと落ち込んでしまったりつまんなくなったりひいては 過去にまでねその原因を求めて昔こうだったからこうなんだとかね自分の育った環境が悪かったんだとあの時先生にこう言われたから俺は人生があそこから転落したんだっていうふうになんとね将来の不安から今を持ち崩すだけではなくて過去すら悪かったその原因にしてしまうってことが起きうるんですよね、まあ、でも逆にね今悠々ゆゆ自適な暮らしを送ってなんかお金も儲かっちゃったとかね でなんか人気者でモテちゃったみたいなこんなね楽しい日々を過ごしていたら将来がもう怖くてしょうがないとかね明日は転落するかもしれないっていう不安よりも人生なんとかやっていけるっしょみたいな肩の荷が下りたような気持ちになると思うんですよで自分の過去を振り返った時もいろいろあったけどなんかラッキーだな俺みたいな感じになると思うんですよで昔嫌な目にあっても あれをくぐり抜けたから今のラッキーがあるんだよねっていう風に考えることができると思うんですよね、まあ、つまり将来の不安を想定すると今も過去もネガティブになってしまうんですけども、まあ、将来をね明るく考えた時にはまあ今も頑張れるし過去も肯定することができるのかなと思うんですよそういった思いとねじゃあ今お見せしているチャートちょっと見比べてみましょうかあ例えばあとマンスリー見てみますよ月足ですけども これローソク橋1本が1ヶ月30日を表していますどうですかねこちらの右の方急角度で上に上がってると思うんですよでこういう時に大きく転落することってあんまり考えられないと思うんですよね転落することであってもこれを押し目として前よりももっと上がっていくっていうふうに考えていくものじゃないかなと思うんですよ要するに上りのエスカレーターだからいけいけどんどんだみたいな感じですよね で逆にこれが反対側でどんどん,どんどん落ち込んでいく形だったらどこまで落ちるんだろうっていうふうに不安になって怖くなってくると思うんですよそのぐらいこう長期的な展望っていうのは人生に影響を及ぼすんですねでこれを今度、週8にしてみますよ週8にすると右肩上がりのグラフは先ほどよりもなだらかになるんですけどもでもこれからも右肩上がりをこう感じさせる形になりますよね で人生も結局こうだったらどんなにいいだろうってことなんですよ。つまり、今までもこうやって左側のね、低いところから徐々に上がってきたと。一時的に落ちることがあっても、次に上がるときは、落ちる前以上に上に飛び抜けていくみたいなことを繰り返してね。で、今まさに161円とか2円の方向に行ってるわけなんですよ。まあ、そうなると、途中で何回転んでも、まあ、頑張れば回復できるなっていうふうな過去が出来上がるってことなんですよね、これがね。で、デイリーの方を見てみましょうか。 まあ、デリーも言うことは同じです。うん。で、4時間行きましょうか。4時間ですね。4時間は、今まではうまくいってたけども、最近伸び悩んでるよねっていうところが見て取れます。ピークアウトして、ピークがここだったよね。161円の、もう162円際のところまで来たんだけども、そこからなんだか、なんか下降線だよ。これ用心しないと構図回おうしかみたいな感じですよね。で、1時間見てみましょう。つまり、最初の突き足よりも、細かく細かく現状分析をすると、あ なんか下がりつつあるよね長期的に見たら右肩上がりでイケゲドンドンだったんだけども細かく足元見てみたらちょっとほころびが出始めてるぞとここで体勢をちょっと戻さないと,とトレードで言うと大きな金額は投げられないよねもしくはポジションを今まで通りにボンボン打てばいいと思うんじゃないよねっていうふうになると思うんですよそれがまあ今の状態ですよね、まあ、つまり長期的に見て明るい展望が見えても 今日一日をしっかりと足を踏みし、ね、めないといけないってことには変わりないってことなんですよね。ただやっぱり今日を慎重に足場を固めながら考えるとしても、長期的にはほら、どうせなんとかなるんでしょみたいなところがあって気を楽に進めるってことになります。まあこうなるとね、実は円安で大丈夫か日本みたいなね、別に言葉に踊らされなくてもいいんですよ。円安にはメリットもあるしデメリットもある。 で今、円安がとめどもなく進んでるってことは、の FX のドルエントレーダーは、ボーナスタイムなんですよね。もうあの2年前、3年前、2年前か、2年前のロシアがウクライナに侵攻したときから、倍一辺倒で、自分の個人的な資金は増えていくわけでしょ。いや、すごいいいじゃないですか、これは。で、今もそれがとどまることを知らずに、161円、162円まで行こうとしてるわけですよ。 で、この辺りで、ちょっとね、気をつけないといけないのは、頭打ちになってるなってことに気づいたから、今週28週目はちょっと慎重にいかないとねってことなんですけどね。まあ、こういうふうに、長い将来の展望が明るいと、今日を慎重にする余裕も生まれてきて、今日を慎重にしたからといって、将来の不安に苛まれることはないっていうふうに、まあ、心理状態がチャートに出てるってことなんですよね。ただ、残念ながら、 今までのチャートの動きによって、めったくそに資金を減らした方は、このチャートを見てね、そんなにうまくはいかないよとかね、もしかしたらこの取引に恨みすら持ってるかもしれません。でもそうじゃないんですよね。このチャートをどのように読み解くかによって、次にやるべき行動が見えてくるんですよ。それがテクニカルじゃないですか。だからテクニカルを学ぶことによって、高い確率で勝ち越すことができるんですよね。 あの人生はね勝ち越せればもうそれで同じなんですよ負け越したらまあ同じじゃないってことなんですけどもただ適当にやれば五分五分なんですよね才能目じゃないですけどもちょっとだけ工夫するとその傾きを有利な方向に変えることができてまあ6対4で勝ち越すことができたり51対49で勝ち越すことができてまあそのぐらいの傾きが人生のどこかで加われば まあ勝ちかなっていうところじゃないですか。うんまあ、やっぱりいろんな時にね、選択っていうのは訪れますけども、究極は良かったか悪かったかだけなんですよ。で、その度合いがすごく良かった、すごく悪かったっていうのもあって、ちょっと良かった、ちょっと悪かった。結局、勝ち越してるか、大きく勝ち越してるか、負け越してるか、大きく負け越してるか、っていうふうに分類できるかなと思ったら、このチャートからね、人生や心理状態を 読み取ることもできるもちろんこれはマーケットの心理状態も読み取れますけども自らがどのように今ね心を揺らしているのかってことも見て取れるってことなんじゃないかなと思いますはいそれでは8分ほど喋りましたんで今日はこの辺でグッドラック